コモディティの基礎知識、トウモロコシ第2回、供給についてお話したいと思います。まずこちらが2010、11年度からの世界のトウモロコシの供給量の推移になっております。こちらを見ると、2010年代、かなり大きく膨らんだのがよくわかるかと思います。一方、2010年代後半から2020年代、伸、ま、び、あ、は少し鈍化してるんですが、まあ、緩やかに市場規模を拡大しているというのが確認できるかと思います。 まあ全体的な傾向としては、トウモロコシの市場規模というのは膨れ上がっている。こういったトレンドが見ておけるかと思います。で次に、トウモロコシの生産と輸出について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。これ左側が2023-24年度、トウモロコシの主要生産国を上位10カ国抜き出したものになります。まあ、一番がアメリカで市場シェアがセントで続いて中国。 が23.5%、そしてブラジルが9.9%、まあ、EU、アルゼンチン、インドなどと続いていきます。まあ、この辺を見ると、まあ、北南米が多いのと、あと中国、こちらの使用規模が大きいというのが確認できるかと思います。で一方、輸出になりますと、まあ、アメリカが27.7%、ブラジルが25.3%、アルゼンチンが19.3%、ウクライナが13.2%、 などとなっております。で、これ、二つを比較するとすごいわかるんですけど、まず左側にあるのが中国なんですけど、右側の方になると中国が消えてくると。で、これは中国は生産規模が大きいんですけど、国内で大量消費してますので、まあ、輸出に回すものがないという。この辺がよくわかるかと思います。で、逆に、まあ、ブラジル、アルゼンチンがずっと上位の方に、輸出の場合ですと上位の方に回ってきますけど、まあ、こちらは生産規模に対して国内消費の規模が小さいということで、 まあブラジル、アルゼンチン、生産国の順位としてよりも輸出国の順位の方が高くなっております。で、あと、ウクライナ。まあ、こちら、生産規模で言うと世界7位ですけど、まあ、輸出規模になると4位になっております。まあ、ウクライナ、これ、ウクライナ戦争の影響もありまして、まあ、近年少し量が減ってるんですけど、それでもえすごいト,トップランク、トップレベルの輸出国というのが確認できるかと思います。 まあこの辺からやはりウクライナ戦争で、まあ、世界の穀物市場こんなしたというのよくわかるのかなと思います。でアメリカに関しましては、まあ、生産が世界一位で輸出も世界一位ということで、まあ、今のところ、まあ、供給サイトで見ると、まあ、アメリカがどういう状況があるのかこの辺が市場インパクトが極めて大きいというのが確認できるかと思います。え続いてトウモロコシの生産国の動向を見ていきたいと思います。 こちら上位5カ国を並べたものです、えー。青色がアメリカ、で、オレンジ色が中国、で、青、緑色がブラジル、赤が EU、で、黒がアルゼンチンになっています。まあ、この辺から見ても、もう明らかにもうアメリカと中国、この2カ国がもうトップレベルの生産規模を有しているというのがわかるかと思います。まあ、全体的な傾向としては、中国は緩やかな増産傾向。まあ、中国国内消費がやはり多いものですから、 まあどんどん国内での生産量を増やそうと、まあ、頑張っているのが伺えるかと思います。でアメリカに関しては、これ生産規模、毎年のブレがかなり大きいんですけど、まあ、全体的な傾向としては増えてくる。こういったトレンドが見ることができるのかなと思います。まあ、ブラジル、アルゼンチン、この辺もまあ年ごとのブレ大きいんですけど、まあ、近年の傾向としては生産規模だんだん膨れ上がる傾向になっております。 ま、南米の方も、まだこれ生産余力がかなり大きいというもとで、まあ、一生懸命今増産を進めている。こういった最中になっております。で、一方で輸出国の動向になります。これ同じく5カ国になっています。で、青色がアメリカ。で、緑色がブラジル。で、黒がアルゼンチン。で、赤がウクライナ。で、黄色がロシアになっています。まずアメリカに関しては、まあ、生産規模かなり大きいものですから、当然輸出規模も大きくなっております。 一方、これ以前ですと、まあブラジルとかアルゼンチン、アメリカと比べると輸出規模かなり小さかったんですけど、まあ近年になるとほぼアメリカと匹敵する、特にブラジルに関してはアメリカと同じぐらいの輸出力を得る状況になっております。この辺もどんどんトウモロコシを輸出して、まあ国際商品として、まあ自国のメリットに生かしていこうと、そういった働きかけを行っているところです。 ウクライナとロシアに関しては、まあ、当然ウクライナはこれ、えー、戦争の影響がありましたとで。ロシアに関してはどちらかというとトウモロコシよりも小麦の方に力を入れている国ですが、輸、ま、出、あ、規模もかなり大きくなっております。続いてトウモロコシの収穫面積とイールドについて見ていきたいと思います。まあ、世界のトウモロコシ生産、だんだん増えているというお話しましたが、こちらまず面積の方から見ていきたいと思います。で棒グラフがこれ世界のトウモロコシの収穫面積になっております。 まあ、こちらを見ると、2010年代、収穫面積どんどん増えたんですけど、2010年代後半から2020年代に入ると、面積というのはあまり変わってないというのが見れるかと思います。で、一方で、一貫して増えているのが、イールド。これ生産性の方ですね。こちらの方はずっと増えてます。まあ、この辺から見ると、まあ、2010年代は、面積を増やして、さらにイールドを向上させることで、まあ、増産を進めてきた。 一方、2010年代後半以降は、なかなかもう面積を増やすことができなくなってきて、まあ、増産の原動力が、イールド、生産性の向上にすごい依存しているというのが、よくわかること思います。まあ、以前と比べて、面積を増やして増産する、これが難しくなってきているというのが、このグラフから見て取れるかと思います。まあ、この辺から、まあ、トウモロコシの需要がどんどん増えたとき、まあ、供給は大丈夫なのかと、この辺の懸念も浮上しているところになっております。 でこちら、今度はアメリカに限定して、えー、トウモロコシの面積とイーズドの推移をグラフ化したものです。えー、これ、青色の方が作付け面積。で、オレンジ色の方が収穫面積になっていますで。これ見るとわかりますように、まずトウモロコシの場合は、作付け面積に対して収穫面積がかなり低くなっております。でこれはなぜかというと、まあ、トウモロコシの場合は、まあ、最終的なトウモロコシの生産だけを目的としてないんですね。 これ、トウモロコシの場合は、家畜の餌として使われますので、ある程度生育したら、トウモロコシの実ができなくても、どんどん刈り取って餌にすることができる。ということで、まあ、一部はトウモロコシの収穫を持たずに刈り取られるということで、作付け面積と収穫面積、これかなり違う数字になる。この辺は注意が必要かと思います。で面積に関しましては、まあこれ、一時期はやっぱり緩やかな増加傾向にあったんですけど、 近年はそれほど大きく動いてないというのが見れるかと思います。で、アメリカに関しても、まあ、トウモロコシの増産の原動力は何かというと、イールドの向上になっております。これ緑、緑色の線がイールドになってますが、こちらに関しては一貫して増えてます。まあ、当然ペースはこれ昔と比べるとだいぶ鈍化してるんですが、まあ、農業技術の発達なんかもありまして、まだイールドの方は向上が可能な状況にあります。 まあ当然、まあ、設備の普及なんかもありますし、まあ、あと近年ですと、まあ、AI を使って天候図を分析するとか、まあ、いろんな技術を導入して、まあ、どんどんイールドの向上を図っているところです。で逆に言うと、まあ、もう面積があまり増えないので、まあ、これからイールドを増やしていけるかどうか、この辺がアメリカが生産規模をさらに拡大できるか否かの鍵を握るのかなと思います。 で、こちら、アメリカのトウモロコシの総供給量の推移になっております。で、こちらを見るとわかりますように、まあ、基礎在庫と生産、これがほとんどですけど、まあ、基礎在庫、当然、前の年が豊作だと、まあ、翌年の水準も増えると。で、前の年が不作だと、翌年が減るという傾向が見れるかと思います。ただ、この辺から見るとわかりますように、まあ、生産規模がやはり圧倒的に大きいものですから、まあ、アメリカのトウモロコシの供給量、全体を見る上では、まあ、やはり豊作か不作か、 ちゃんと面積を増やして、豊作でどんどん供給を増やしているのか、それとも面積が伸び悩んで、不作で生産が伸び悩んでいるのか、この辺が鍵になってくるのかなと思います。まあ、アメリカの場合ですと一部輸入もあるんですけど、まあ、規模としてはほとんど無視できるということで、マーケットではあまり重視されない傾向があります。まあ、あくまでも前年度からの繰り越しの基礎在庫と生産、この二つを見ていくのがポイントになってきます。 最後に、えー、トウモロコシの全体的な生産の流れを見ていきたいと思います。まあ、トウモロコシに関しては、作付け、まあ、土に種を植えると。で、そのそれが大体4月から5月。で、6月になるとちょっと遅いかなとうこういったタイミングになっています。で、その後、発芽、まあ、芽が出て、えー、だんだんと地面に定着が進む時期になります。まあ、この時期に洪水なんかが発生すると、作付けしたものの、なんか全部失敗してしまったということで。 まあ、工事のリスクというのが警戒される時期になります。その後、夏に向けてどんどん生育が進んでいくえ時期になりますで。そして受粉。まあ、これ上の方に髭が出てますけど、まあ、これで受粉を行って、まあ、黒流の形成を行っていく流れになっていますで。トウモロコシの全体的な流れとしては、まず天候相場。一番最初の注目ポイントが作付け期になっています。これ作付けが遅くなれば遅くなるほど、イールドは低下するという、 こういった関係性が認められてますので、特に5月の第2週までにどれぐらい作付けができるのか、作付け進捗率をどこまで上げることができるのか、この辺が重視される傾向があります。で、これ作付けが5月下旬、6月遅れると、まあ、その分に関してはイールドが低下する傾向があるということで、ただ作付けができた、できないじゃなくて、5月中旬までにどれぐらい作付けができたのか、この辺が重視される傾向があります。 で、その後、天候相場の大きなポイントが受粉器になってます。まあ、これ受粉に関しては、あまり高温、乾燥になると受粉が失敗する傾向があります。まあ、ある程度気温が落ち着いて、水分がある。これが受粉が成功する鍵になってますので、まあ、よく言われるのはホットドライという気象環境なんですけど、ホット、つまり高温ドライ、乾燥。高温乾燥傾向がこの受粉器に厳しくなると、 え、受粉が失敗して、イールドが下がるという、不作になってくる可能性が高まります。で、逆にこの時期にホットドライを回避して、まあ、ある程度潤沢の土壌水分がある。で、しかも気温がそんな高温にならないとなると、まあ、受粉が成功して、まあ、豊作になる。こういった傾向があります。このため、まあ、天候相場の目線では、作付け機、あと受粉機、この二つが大きなポイントになるのかなと思います。 でこの受粉期を終えると、まあ大体もう天候相場終わりに近づいてきます。まあこの後はもうあと乾燥を待って収穫し、収穫時期に向かいますので、まあ収穫トラブルが後が警戒されることになります。特に収穫時期に警戒されるのは長雨。まあ、雨がどんどんずっと続くと、えー、農作物がやっぱり腐敗したり、まあこういった被害が受けたりしますので、まあこういったリスクが警戒されます。あと収穫期、当然これ秋になりますので、 例えば、例年より早く寒波が襲来して、霜、高層というんですけど、霜が降ったりすると、まあ、生産障害が発生する傾向があります。まあ、ただこれ、天候相場という意味では、やはりまあ、作付劇と受粉期この辺がポイントになってくるのかなと思います。あまり収穫期の天候障害、大きなものは近年では発生しておりません。